タイの味の素、ヤムヤム、タイ風すき焼きヌードル。揚げ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は扁平断面で血入れが強く、タイ製品としては太くて粘りがあります。量は日本のラーメンの半分程度でかなり物足りないです。スープは甘さがかなり強く、相対的に酸味や辛さは控えめに感じます。確かにタイ風すき焼きのようなまろやかな寄せ鍋の匂いがします。トムヤン君とは違う個性があり、面白い製品です。